バイエルン国立歌劇場は、ドイツのバイエルン州ミュンヘンにある歌劇場。運営は、バイエルン州とミュンヘン市の補助金によっていることから、バイエルン州立歌劇場とも呼ばれるが、日本ではかつてから、ハンブルクやベルリンのそれと同様に、国立歌劇場という翻訳名称で紹介されて、広く知られている。バイエルン国立歌劇場の起源は、バイエルン選定公国の宮廷劇場にある。 ドイツを代表する歌劇場の一つであり、モーツァルトのイドメネオやワーグナーのニュルンベルクのマイスタージンガー、ラインの黄金、ワルキューレなど数々の作品を初演した伝統を持つ。ハンス・フォン・ビューロー、リハルト・シュトラウス、ブルーノ・ワルター、ハンス・クナッパー・アーツ・ブッシュ、ゲオルク・ショルティ、ヨーゼフ・カイルベルトなどが音楽監督を務めてきた。 特に西ドイツ1970年代から80年代にかけてのボルフガング・サバリッシュ音楽監督時代は常連の客演指揮者カルロス・クライバーらと共に世紀を築き活発な録音録画や法日公演などで日本でも広く親しまれた。クライバーはバイエルン国立歌劇場の還元楽団に強い信頼を寄せしばしばオペラ以外にコンサートを開催映像や録音も残されている。 クリッチャイ時代を除いては、ドイツ人が音楽監督を務め続けてきたが、1998年以降は、ズービン・メータ、ケント・ナガのキリル・ペトレンコらが音楽監督を務めている。歌劇場内部歌劇場エントランスのカール・フォン・フィッシャー像2017年9月17日は、都民劇場音楽サークル第649回定期公演。 バイエルン国立管弦楽団特別演奏会、公式サイトの、ゲ地ヒテドク歌劇場の80人、日本公演拒否同日閲覧。ありがとうございます。